今回は注意障害のシリーズとして注意障害の分類について解説したいと思います。はいまずこちらが注意障害の定義なんですが特定の標的を選択的優先的に認識処理し他の刺激に対する処理を抑制する機能と定義されています。でまあ、こちらが注意障害の分類になります。こちらの分類は1987年にショーンベルグらが脳障害者の症状や訴えを取り入れて 現実の臨床に即したモデルとして提唱しました今現在も注意障害の分類ではこちらの分類がよく使われているかと思いますで、まあ、こちらの分類の方では注意障害を持続性選択性転換性分配性に分類していますこの持続性とは一定の反応行動を維持する機能選択性とは不要な刺激を抑制し本来の標的に意識を集中する機能 転換性とは複数の作業を交互に実施する機能分配性とは複数の作業を同時にに施行すする機能になります、まあ、基本的には持続性がベースになるんですがこの持続性に他の不要な刺激をしっかり抑制して集中することができるのが選択性とで、まあ、この持続性にもう一つの課題を取り入れるとそれを交互にすることができるのが転換性と、まあ、こちらの分配性とは 2つの課題でですすす。ね、それを同時ににるるこことととがき機能いうなります、はいまあ、ちなみにこちらが2013年にロエスチャーがまあ注意障害の認知リハビリテーションのレビューをするにあたり次の要素を注意障害の分類としてまあ紹介しています、まあ、こちらの方では覚醒の障害持続性注意の障害選択性注意の障害分配性注意の障害を、まあ、これらを注意障害の分類として紹介しています まあ先ほどと違うところはまあ覚醒の障害が加わったのと転換性の要素がなくなっているところがまあ違うところになるかと思います。こちらの注意障害の分類では覚醒の障害が含まれてますので、まあ、最初のシリーズの方でご紹介した意識障害と注意障害との関係性も含まれてきますので、まあ、少し理解が難しくなるという点と、まあ、現在使用されている注意障害の分類は こちらですねショーンベルグラの注意障害の分類が一般的に使用されてますのでまあ今回の注意障害のシリーズとしてはまあこちらの注意障害の分類に沿って紹介していきたいと思いますはい今回は注意障害のシリーズとして注意障害の分類について解説しましたはい今回は以上になります